クリスティアン・ヒルシュフェルト・クリスティアン・カイ・ローレンツ・ヒルシュ。フェルトはドイツの造園家。またドイツ切手の造園理論家で、民衆のための庭園ホルクスガルテン思想の考案者。また、造園理論の書や庭園芸術論などで都に著名。北、ドイツにある町オイティーン近郊に生まれる。ハレ大学卒業後、オイティーン宮殿の秘書勤務。その後1773年。 キール大学で哲学、美学の教授に就任。1784年にはジュスターン・プローリーに果樹園芸学校を創設。キール大学で1770年から教団に立ち、1773年から聖教授に就任。同校で芸術史を講義した最初の人物。1768年、ダス・ランドル文、1773年。 別荘と造園についての評論を出版。これらの著作で、フランス平面幾何学式庭園を兼語している。代表的著作には、前後間からなる、庭園芸術理論、T リーダーゲイトンカンストなどがある。この有名な庭園芸術論では、庭園芸術とは多彩な植栽とともに、人々への感動を伝えるべく廃墟などを用いることで、慈悲と幸福といった感情から呼び覚ますという思想を、 展開した。また、この書の中で、あらゆる社会階層の市民が自然を享受することができる場所として、今日の講演の提案を主張、その姿は非常に具体に記されている。これが今日では、フォルクスガルテンとして知られる講演空間であるが、こうした場所で市民が穏やかな紳士宿所的、社交振る舞いを身につけされるという啓蒙的な目的を含み、また、 当時自治都市に分かれていたドイツの事情から愛国心を育み出すための装置という側面を兼ね備えさせようと目論んでもいることが指摘されている。ありがとうございます。